上がりってどっちに飛びやすい？左ですよね、はい、さっきつま先下がりは右で、つま先上がりはじゃあ今度は左に、なんで左に飛ぶか分かります？構えた時に左を向いています、はい、どういうことかっていうと、クラブって、まあ、普段平らなところで構える時っていうのは、ね、こうやってソールをほぼほぼペタッとつけて、例えば今岡田さんに向かってまっすぐ向けて構えてます、はい、こうやって設計されてますね、クラブ、はい、でこれをこれがつま先上がりになると、要は手の位置はこのまま変わらないけど、ボールの位置はどん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 なんでじゃあ左に行くかっていうと、こうロフトがあるから、はい、これ直角だとどこ向けてもまっすぐなんですけど、ロフトがあるので向きが変わる。これ7番アイアンなんですけど、これピッチングになると同じぐらいシャフトを傾けてもより左を向く、うん、はい、だショートアイアンの方が左に飛ぶ度合いが強い、うん、はい、なのでまあそのね、自分の持つクラブによってちょっと右の向く度合いを変えてください、うん、はい、例えばじゃあのバンカー向いて構えます、どれぐらい左に行くのか見ててください。これ7番アイアン、ちょっと噛んだけどあれぐらい左に、ピッチングします、同じ方向向きます、一人ぐらい、あともうちょっと左、同じ風に振ってますけど、やっぱりこのフェースの、ね、向く度合いっていうのは違って、じゃあ打ってみましょう。